バーモント州会議事堂、モントピリアはアメリカ合衆国バーモント州の州と、同州の中央部に位置し、隣接するバレー町と共に小規模な都市圏を形成する。人口は7855人。全米50州の州との中では最も人口が少ない。1859年に完成したバーモント州会議事堂はダウンタウンの生誕。 ステートストリートに位置し、市の外側からも見える。モントピリアは1781年8月14日に創設された。市名はフランスのモンペリエに由来し、ジェイコブ・デービス大佐によって名付けられたと言われている。当時は独立戦争において、フランスが13州植民地側に協力したため、フランス熱が高く、フランスのものがもてはやされていた。慶純洋館。 モントピリア、原子力潜水艦、モントピリアは、同市から命名されている。ビノースキー川モントピリアは、北44度15分59秒、成形72度34分19秒、北44.26639度,度、成形72.57194度、44.26639-72.57194に位置している。市の中心部は、 標高160メートルほどでほぼ平らであるが、周囲を丘や河口岩の岩棚に囲まれている。市の北側には、タウンヒルと呼ばれる標高270から280メートルほどの丘が約3キロメートルにわたって連なっている。アメリカが州国統計局によると、モントピリア市は総面積26.6平方キロメートルである。 このうち26.5平方キロメートルが陸地で0.1平方キロメートルが水域である。総面積の0.38%が水域となっている。モントピリア駅、モントピリアには玄関口となる空港はなく、バーモント州の最大都市バーリントン市にあるバーリントン国際空港を利用することになる。同空港からモントピリアまでは約58キロメートル。 所要約1時間である。アムトラックのモントピリア駅は、ジャンクションロード297にある。セントオールバンズとワシントン DC 間の昼、雪長距離列車バーモンター号が1日1日往復停車する。また、グレーハウンドと提携しているバーモント交通のバスディポもある。市の南西部を週間高速道路 I-89 が走っている。i は、ボストンから、 ニューハンプシャー州、バーモント州を通って、カナダ国境を越え、モントリオールに通じている。ボストンから、モントピリアまでは、約288キロメートル、所要時間は3時間半ほどである。モントリピアの市街地ダウンタウンの本屋街、モントピリアは、時の流れを止めたような都市である。全米50州の州都の中で唯一、マクドナルドの店舗がない都市である一方で、 全米にただ一社だけ残る洗濯バサミメーカーが本社を置いている都市でもある。サンドウィッチのサブウェイの店舗は存在する。また、ダウンタウンには喫茶店や本屋が集中する。市の主産業は、三影市の採掘と加工である。19世紀には、鈴工業も栄えたが衰退した。その他、数社の保険会社が本社を同市に置いている。また、同市は、 ニューイングランド料理学校の所在地でもある。宿泊施設はダウンタウンの外れにあるキャピタルインのほか B&B なども数件存在する。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族、ありがとうございます。